自然大好きフリーアナウンサーの森みりんです。さあ今回は沖縄那覇から鹿児島県の沖永良部島へフェリーで向かいます。沖永良部島は沖縄のすぐ北約 60km に位置し、鹿児島市より沖縄の方が距離が近い離島です。サンゴが隆起してできた島で鍾乳洞が有名です。さて今回乗る船は沖縄那覇から沖縄本部、与論島、沖永良部島、徳之島、奄美大島、鹿児島を結ぶ定期船です。沖縄港を朝の7時に出発し、終点の鹿児島港まで乗ると翌日の朝8時半に到着する25時間半の船旅になります。長い。私は途中の沖永良部島まで約7時間の船旅です。このフェリーは朝早く出るので港近くで全泊したのですが、まさかのトラブルが。本当に焦りました。船旅にはあるあるのトラブルだったのですが、無事沖永良部島に到着することはできるのでしょうか。ホテルのように快適な船内と船の上から見る絶景を早く皆さんに見ていただきたいです。それではどうぞ最後までお楽しみください。私は伝える仕事で生きていくと決心し、新卒から勤めていた会社を辞め、この YouTube を配信しています。気になるものがあればぜひ再生リストからご覧いただき、チャンネル登録をポチッとお願いします。 YouTube を始めて約1年4ヶ月、容量が悪く不器用で未だ登録者は1000人にもなっていません。貯金を切り崩し借金をしながらですが、多くの方に感動や気づきを与え、人の役に立てる人間になるべく夢を諦めず奮闘中です。現在の目標は登録者1000人です。もしよかったらぜひ応援よろしくお願いします。今回の旅はこのターミナルからスタートです。おや、那覇の港ですが、久米島や渡嘉敷島に行く時のターミナル、トマリンとは違いますね。少し昭和の役所のような雰囲気。マルエフェリーと書いてあります。ドラン、自然大好きフリーアナウンサーの森海凛です。今沖縄にいまして、これからフェリーに乗って沖永良部島に行きたいと思います。今朝の6時半、今日はマルエフェリーという大きなフェリーに乗って7時に船が出港して2時に到着します。なので7時間の船旅行ってきます。これからフェリーに乗り込みます。朝早いです。今日は結構混んでいます。すごい大きな船です。小笠原丸と同じくらいか、それより大きく感じます。確かに大きい。このフェリーは船を一周するデッキが外側になくて、表面がつるっとしているのが特徴ですね。朝早いので空はまだ真っ暗、夜は明けていません。すごい階段が多かったんですけれども、ここまで来てびっくり。エスカレーターがありました。船内にエスカレーターがある船初めて乗りました。すごい、すごい綺麗です。ホテルみたい。すごいホテルです。外に出ることができました。こちら港の方の景色です。すごい広い甲板です。ちょっと一周することができそうなので行ってみましょう。わ、明かりがつきました。わ、あともう少しで、ね、日の出なので、すごい景色が綺麗。
縄対岸の景色です。今デッキを一周しています。うわー、ものすごい、最高、もう気持ちが一気に晴れやかになります。では、あー、鳥も着いた。では6階行ってみましょう。ほっと安心して眺める景色は格別でした。乗船受付が朝6時から6時半で早くて、寝坊しないか遅刻しないか、手続きを問題なく済ませて船に乗れるか不安だったんです。今朝の7時、出航の時間になります。船が出航しました。から離れていきます。あー、さようなら。今手を振ってくださっています。フェリー波の上、那覇港を出発しました。このまま朝日を狙いたいと思います。こちらにはコンテナがたくさんあります。ものすごい綺麗。さよなら沖縄。これから行く沖永良部は鹿児島県です。船で県をまたぐのは初めてですね、多分。すごい綺麗。那覇を離れていきます。すごいデッキが広いですよね。なんかもう体育館、テニスコートぐらいな感じです。どうしよう、綺麗すぎます。見てください、ご覧ください、この景色最高です。夜明け前の空と海、那覇の街並み、船のライトアップ、すべてが素敵です。今、船の一番最後尾、船尾にいます。今、沖縄にいるので、船のこの上にいてもあんまり寒くないんですよね。今日は風も穏やかで、最高の船旅日和です。うわー、快適な船。皆さんにお伝えしたいのが、もう私が間違えそうになったんですけど、那覇に港がいくつかある、2つはあって、少なくとも1つはトマリンっていう港、そしてもう1つはこの船が出港した港なんですが、慶良間諸島と久米島に行く船はトマリンっていうところから出港するんですけど、この丸栄フェリー、鹿児島に行くフェリーはまた違う那覇港から出港するんです。でちょっと離れているところなので、前泊、前泊したんですが、前泊するホテルの予約を、もう那覇港ではなくって、トマリンの近くのホテルを予約していました。なんですが、直前に、あれ？港が違うぞっていうことに気づいて、キャンセルして、ホテルを取り直しました。もし、勘違いして、トマリンの方からこの船が出港するって思っていたら、もう私、この船に乗り遅れていたので、ギリギリセーフ。なので、皆さんも、もしお越しの際には十分気をつけてください。まあ、そんな間違いは私じゃないのでしないと思うんですけれども、びっくりした。よかったです、直前で気づいて無事この船に乗ることができました。最高の眺めです。船が大きいから安定してます。最高の
景色です。すごい気持ちいい。これから7時間の船旅、幸先良さそうです。あの船のデッキの上でモーニングしてるお客さんもいます。すごい楽しそうですし気持ち良さそうです。ちょっと風と波が強くなってきました。次に向かう港は沖縄の本部港です。沖縄の北部ですね、美ら海水族館がある港に寄ってから北上していきます。全体的に雲に覆われていますが、船の後ろは気持ちが明るくなる幻想的な景色でした。船のデッキには朝ごはんを食べる方の姿も。今マルエフェリー、フェリー波の上に乗船しました。とっても広くてもうホテルみたいな船の中です。ではちょっとこれから船の中探検したいと思います。上を見ていただくと分かる通り、行き先別で座席が分かれていて、全席指定席です。ちなみに今日は満席なので席の切り替えはできません。それではまずは沖選び行きのフロアを案内したいと思います。エスカレーターを上がると清潔感ある広々としたエントランスが迎えてくれました。フェリー波の上は11年前の2012年に就航した船です。二等寝台 AB で2等があります。化粧室があります。ドライヤーもあります。すごい綺麗、快適なお手洗いになっています。この横に並んでいる座席は寝台の座席です。ベッドのお部屋になってます。私の座席は2等です。雑魚寝部屋です。お客様へご案内いたします。今回の車両コンプライドの整理は法令により禁止されております。公開中に必要なお出回り機、隣の人と密接にくっついていますが、頭の方には仕切り板があります。他の多くの船の一番下の客室にはついていない厚みのあるマットレスと毛布、枕の3点セットが1人1つついているのが良かったです。やはり最長25時間半の滞在になるためだと思いますが、沖永良部島に行く7時間の滞在でもそれを使えるのは贅沢をさせてもらっている気持ちになりました。他にも客室はいろいろなタイプがあります。二等洋室よりプライベート空間がしっかり仕切られているカプセルタイプの客室、机とテレビがついて作業もできちゃう驚きの一人部屋、ファミリーにぴったりの一等室、自分の好みや滞在時間、予算に合わせて選ぶことが可能です。こちらレストラン、展望サロン、エレベーターと書いてあります。行ってみたいと思います。すごいホテルみたいです。ビールの自販機もあります。オリオンビール、金麦、キリンビール、氷結、すごい。こうや、今は食堂が開いていませんが、ドリンクコーナーもあります。電子レンジもありました。船内とは思えない。レストランは指定された時間に営業しています。営業時間以外はこうフリースペースになっていて自由に使うことができます。そしてこちらは紙パックのジュースとセブンティーンアイス、そして自販機が並んでいます。どうでしょう、500ミリペットボトルが180円ぐらいの自販機です。イロハス、お水は150円くらい、はい、このようになってます。こういう座席もあってすごい
ラウンジのようです。マリメッコのインテリア、何時にどの港に到着して出発するのか、スケジュールが分かりやすく書いてあります。無線 LAN の Wi-Fi のサービスもあります。船内はこんな風になっています。4階、5階、6階に行けるみたいです。今案内したところが4階なので、ちょっと5階に行ってみたいと思います。5階のラウンジのようなところです。フリースペース、こんな風になってます。すごい綺麗、綺麗ですし、外を眺めることができるこのテーブルと椅子があります。めちゃくちゃ快適、はい、こちらご覧ください。シャワー室を見つけました。行ってみたいと思います。さっき朝ごはんをデッキの上で食べていた方いらっしゃったんですけれども、声をかけていただきましてお話をしたら、徳之島で闘牛のお仕事をされている方でした。すごい、なんか面白いお仕事をされている方と出会ってしまいました。しかも闘牛本当に行ってみたかったんですよね。なので嬉しいです。お、着きました。こちらシャワー室見てみたいと思います。シャワー室に誰もいないことが確認できたので見ていきたいと思います。すごい本格的です。こちらに靴箱があります。そして入るとこんな風にロッカーがちゃんとあります。鍵もかけることができます。そしてこんな立派な、本当にいいホテルの洗面所と脱衣所のようなスペースがあります。ちゃんとドライヤーもついていますし、こう洗面所もあります。そして気になるシャワーはなぜか電気のつけ方が分かりませんでした。こんな風になって、4つ5つシャワールームがあります。6つシャワールームがありました。開けてみると暗いんですけれども、こういう風な広いシャワールームがあります。無料です。快適そう。はい、以上シャワールームでした。すごい船の新しさ、清潔さ、綺麗さに圧倒されて、ホテルみたい、快適っていう感じです。わー、すごいワクワクドキドキしますね。授乳室もありました。今日の出の時間にちょうどなったので、またデッキに出てみましたが、残念ながら今日は曇り空。ご覧いただく通り日の出、太陽は見えません。でもすごいいい景色です。では客席に戻りたいと思います。朝の8時20分です。今沖縄の本島の横をずっと沿って本部島に向かっています。今ですね、ちょうど太陽が出てきまして、もう気持ちのいい朝を迎えています。綺麗です。天気が良くなってきました。嬉しいです。今沖縄の2つ目の港、本部島に到着しようとしています。後ろに
ごい面白かったんですよ。不思議です。あれ何なんですかね。モトブといえばこちら瀬底島が見えました。瀬底ビーチ有名ですよね。モトブには美ら海水族館があります。私は行ったことがないのですっごい行ってみたいんですよね。あのジンベエザメ見てみたいです。瀬底島の方に行ってみたいと思います。これが瀬底島です。橋でつながっているので車で行けそうです。等間隔に船が並んでいたのがこちらです。一体これは何なのでしょう。不思議、気になるのでもしご存知の方がいらっしゃいましたらぜひコメント欄で教えてください。お願いします。水族館行ったことがないというふうに言ったと思うんですが、あの北部にそもそも行ったことがありません。まあ、なのでこう見てみると本当にもりもり山がありますね。すごく自然が多いんですね。やっぱりヤンバルの地域もこちらにありますから世界自然遺産にも登録されましたね。沖縄の北の方、北部は自然豊かなんですね。ターミナルに到着します。今の時刻は8時45分を過ぎて9時になろうとしています。9時に入港予定です。北部も行ってみたい。元部港に着岸しようとしています。向こうに見える船、こちらは伊江島に行く船です。ちっちゃくて可愛い、十分大きいんですけれどもフェリー波の上に乗っていると可愛く見えます。今沖縄元部港を出港しました。ただいまの時刻は9時15分です。とってもいい天気になりました。青空も見えています。海の色がすごく綺麗です。綺麗。手を振っていますね皆さん。行ってきます。売店が開いていました。このようにいろいろ売っています。はい、売店はですね、各港の出港30分間営業されているようです。売店にはおにぎり、パン、カップラーメン、おつまみ、お菓子、お土産、お酒、マルエフェリーグッズ、アイス、飲み物、雑誌などが売られていました。こちらに船の寄港地の名前と読み方が書いてありました。読み方ちょっと難しいんですよね。なのでこういうのがあるとありがたいです。すっきりします。奄美大島の名瀬港、徳之島の亀徳港、沖永良部島の和泊港、沖縄の元部港は読み方が難しいですね。ただいまの時刻は9時20分頃、そして次の港は与論になります。与論には11時50分頃入港予定なのでこれから2時間半かけて次の港まで向かいます。与論島はもう鹿児島なので県を海の上でまたぎます。
今回の船旅のチケット代について説明したいと思います。今回私は5060円で行くことができました。沖縄の那覇港から沖永良部島の和泊港までです。はい、こちら那覇から和泊2等になります。5760円と燃料油がかかります。720円が足されて、で今の期間この奄美群島振興交付金という奄美沖縄交流割引というのが適用されました。1420円割引になりまして、5060円になります。ちょっとややこしいんですけれども、この割引すごいお得ですよね。誰でも適用されるようです。往復割引が適用されている場合はこちらの割引は適用されません。高い運賃ですけど、それでも結構安く1420円安くなったのでとっても嬉しいです。今鹿児島県与論島に入港しています。こちらが与論島です。不思議な岩が海の上にたくさん浮かんでいます。途中まで細くて、で上がちょっと大きくなっているキノコのような岩です。不思議な形。海はとっても綺麗です。晴れていたらもっと色が綺麗だと思います。すごいこの色。ターミナルが見えてきました。すごい岩が不思議ですね。なんか奇跡的にできた岩みたいな感じです。与論島独特の今まで見たことのないキノコのような岩。ただいまの時刻は12時頃です。与論島に到着しました。空は雲に覆われていますが、海が綺麗なことは変わりません。キノコのような岩、あちらです。それ以外にもたくさんあります。海がすごく綺麗です。あー綺麗。12時を回って食堂が開きました。レストランは事前に12時から12時半オーダーを受け付けていて、その後提供されるようです。事前オーダー制です。これから下船します。和泊港沖永良部島に到着です。今アナウンスで流れていたんですが、冷蔵品と冷凍品を預けることができるみたいです。スタッフの方にお願いすればそういう対応してくださるだと思います。乗船券の紛失法律で決まってるんですね。乗船券は到着港まで必ずお持ちくださいと書いてありました。沖永良部島和泊港に到着します。ただいまの時刻13時55分です。定刻通りの到着です。島が大きかったです。あっという間の7時間の旅でした。この船は禁煙です。カーフェリーなので車も運ぶことができます。ではこれから下船します。沖永良部島で下船するお客さん多いです。でも今日は天気が良くない。曇り、雨も降ってます。さあどうしましょう。
下船していきます。エレスエスカレーターです。沖永良部島に到着しました。無事地上に降りることができました。やったー。沖永良部島に到着しました。イエーイ。朝の7時からお昼の2時、およそ7時間の船旅でした。あっという間でした。途中までは天気も良かったですし、すごいいい景色を見ることができました。両方にも寄りましたし、楽しかったです。そして船の中もうホテルみたいで快適でした。私はもう椅子に座って作業をして過ごすことができました。ではこれから沖永良部島行ってみたいと思います。雨も降ってたんですが、ちょっと小雨になってきました。嬉しいです。行きましょう。運ぶこともできて、今ワンちゃんを連れている方もいました。揺れもなく酔いもせず快適な船旅、ありがとうございました。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かったなと思ったら、ぜひ高評価お願いします。今後も動画を投稿し続けますので、ぜひチャンネル登録をして応援お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。どうだー。